中塚正人は、日本の資源開発工学者、東北大学名誉教授、東北大学副総長や、物理探査学会副会長、日本工学教育協会副会長などを務めた。長野県生まれ、1959年長野県飯田高等学校、卒業。1964年、東北大学工学部鉱山学工学科卒業。 1966年東北大学大学院、工学研究科講座、工学専攻修士課程修了、東北大学工学部助手。1974年東北大学工学博士。1976年東北大学工学部講師。1978年東北大学工学部助教授。1987年東北大学工学部教授。 1992年、粉体粉末冶近協会理事。1993年、資源、素材学会理事。1994年、東北大学評議員。1996年、東北大学国際交流会館副館長、宮城県自然環境保全審議会委員。1997年、物理探査学会副会長。1999年、 東北大学アドミッションセンター長。2000年東北大学大学院工学研究課長、工学部長、東北大学未来科学技術、共同研究センター長、東北工学教育協会会長、日本工学教育協会副会長。2002年東北大学副総長、日本工学アカデミー理事、科学技術振興機構イノベーションプラザ宮城、総館長。 2003年経済産業省産業構造審議会臨時委員2005年東北大学名誉教授2009年テクノプラザ宮城代表取締役フェローテック取締役宮城産業振興機構理事長なども務めたありがとうございます